どうもこんにちは。東大生タレントブームの火付け役となった女優高田真由子さん。そんな彼女ですが、父親が兵器機械商社の社長と噂され、旦那の八瀬太郎さんの不倫や息子からの暴力など壮絶な人生を歩んでいるようです。今回はそんな高田さんのこれまでの経歴を振り返り、壮絶な人生の真相を調査してきました。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。高田さんは1971年に一人娘として生を受けました。祖父の北岡正美さんは著名な医学者であり、国立予防衛生研究所の副所長にまで上り詰めています。幼き頃の高田さんは大のおじいちゃん子であり、1979年に亡くなるまでは毎週のように遊んでいたといいます。高田さんは5歳の時、幼稚園御三家にも数えられることのある愛育幼稚園に入園しました。幼稚園時代の高田さんは泣いている友達を見ると慰めに来たり、ハンカチを渡したりするなど非常に優しい性格であり、みんなから慕われていました。またこの頃から高田さんはフランス語を習い始め、中学校に上がる頃にはペラペラになっていたといいます。高田さんは祖母が白百合学園の出身だったこともあり、白百合学園小学校に進学しました。その後高田さんは順当に白百合学園中学校、白百合学園高等学校に進学しましたが、高校2年の時に留学を決意します。しかし白百合学園高校は在学中の留学を許可しておらず、高田さんは悩んだ末に一旦退学をしてから留学したそうです。留学先はスイスのレマン湖のほとりにあるボーディングスクールのルノゼであり、学費が1年間で1200万円かかるなど世界一学費のかかる高校と言われています。高田さんはここでフランス語だけでなく英語やドイツ語も学び、国際的な視野を身につけていきました。なお白百合学園高校に関しては、1年の留学から帰った後に編入試験を受けて復学し、同級生とは1年遅れで高校を卒業しています。そんな高田さんのご先祖は明治時代に三大貿易商として名を馳せた高田商会の創始者の高田新造さんです。この高田商会は兵器機械商社とのこと。ご先祖が武器商人だったとは驚きですね。そのこともあって高田さんの家は非常に裕福であり、子供時代は港区虎ノ門にある時価200億円の大正時代に建てられた豪邸で暮らしていました。そんな高田さんのお嬢様エピソードを少し紹介いたします。高田さんも一時期この邸宅に住んでいましたが、部屋数が多すぎて把握していなかったとか、500坪の土地のうち半分は庭で、洋館と和館が 50% ずつというお屋敷でした。この邸宅は2002年に解体され、現在は虎ノ門タワーズオフィスになっています。超一等地の立地にふさわしく、 1LDK の部屋が9800万円という価格だそうで、庶民には手が届きませんね。高田新造氏の亡き後、経営破綻に陥った高田商会でしたが、高田真由子さんの父雄一さんが事業形態を一変し、自動車輸入業で再び成功。なんと学生時代には高田さんをロールスロイスで送迎していたそうです。高級会社で学校まで送り迎えなんてドラマみたいですよね。そんな規格外のお嬢様として育った高田さん、東京大学在学中には篠山紀信さんの週刊朝日紀信の女子大生シリーズ表紙モデルに起用されるのをきっかけに、ミノルタの広告に起用されています。1993年12月レコード会社から黒沢真理子さん、関由美子さんと共にビーチーズの一員として今すぐ夏へ連れ去ってで CD デビュー。その後フジテレビ系番組たけし泉の平成教育委員会でテレビデビューを果たしています。私生活の方では1999年3月にバイオリニストの八瀬太郎さんと結婚しました。同じ年の7月に第一子となる長女を出産しているので、意外にもできちゃった結婚だったそうです。お二人の最初の出会いは1992年頃に博士さんが参加しているクライズラー&カンパニーの演奏会を高田さんが聞きに行ったことだそうです。演奏を聞いて感動した高田さんは、クライズラー&カンパニーのメンバーが
東京芸術大学の生徒だと突き止めて、東京芸術大学に通っている知人に八ヶ瀬太郎さんを紹介してと頼んだそうです。その後は知人を通じて知り合い、高田さんからアプローチをかけて交際に発展しました。当時の高田さんはインテリ系美女として注目されていたので、2人の交際ネタにメディアも飛びついていたようです。その後、交際から約7年経った1999年に八ヶ瀬さんからのプロポーズを受けて結婚しました。ただ当時の八ヶ瀬さんの収入はかなり少なかったらしく、高田さんの実家は反対していたそうです。高田さんがそれとなく八ヶ瀬さんの宣伝や出演を依頼するなどし、徐々に経済的に安定させて実家を説得したそうです。何よりも高田さんがそこまで惚れ込んでいたことに驚きますよね。そんなお二人ですが、実は高田さんと博士さんが離婚したのではと噂になっています。噂の発端は2017年5月に年上シンガーとほろ酔い路中と週刊誌で報じられたことでした。気になるお相手は博士さんより年上の当時54歳の女性で、バックコーラスなどをしている大滝優子さん。この頃の高田さんは子供とロンドンで暮らしており、夫婦のすれ違いが多かったのも浮気の理由かもしれませんね。さらに大滝さんも結婚して家庭があったことから、まさかのダブル不倫としても注目されました。その後、博士さんが謝罪して離婚の危機はひとまず乗り越えたと言われています。コンサートで各国を飛び回る博士さんの希望もあり、現在はロンドンに自宅があるそうです。とはいえ、博士さんが自宅に帰ってくることはほとんどないようですが、博士さんが家にいない分、父親の代わりもしなければならない高田さん。東大卒の高田さんが勉強を見ているだけあって、子供たちの成績はトップクラスなんだとか。優秀な子供たちを持って悩み事とは無縁と思われた高田さんですが、息子の暴力で悩んでいたことをテレビ番組で明かしています。高田さんが息子の暴力で悩んでいると打ち明けたのは2013年に放送された解決ないないアンサー。息子が暴れん坊すぎ、暴れん坊というか言うことを聞かない、悪いの、本当にダメと言ったことをやるのが好きなのね。口で言ってダメよって言うと二言目には手が出てと、当時6歳だった息子がすぐに暴力を振るうことに悩んでいると明かしました。息子が4歳の頃から言うことを聞かなくなり、悩んでいた様子の高田さん。ただ小さい男の子が叩いたり蹴ったりするのは珍しいことではありませんよね。高田さんは一人っ子で、白百合学園小学校に通うようなお嬢様だったので、周りにはおとなしい子供しかいなかったのかもしれません。長男は空手を習っていることもあり、力が強く叩かれると本当に痛いという。また殴ったり蹴ったりするだけでなく、殺す、刺すといった物騒な言葉も飛び出すのだそう。そんな息子を高田さんは本当に嫌いだったとまで打ち明けています。その一方で、思春期の長女に関しては、天使ちゃんなので全然大丈夫と顔を輝かせていたようで、空気も読めるし勉強もちゃんとしてくれるし性格もいいし、本当に問題がない子なので、問題があるとすれば息子。全部いいものを娘が持っていっちゃった感じで、お腹の中に何も残ってなかったのかっていうぐらいに悪で、本当に悪いんです。優等生ママの高田さんが兄弟差別ともいえる告白をしたことで、当時番組を見ていたママたちの間には波紋が広がっていたようです。同じように育てているのに性格は3人とも違いました。でもどの子も同じように可愛かったですよ。高田さんは子育ても完璧主義になりすぎてるんじゃないですか。自分に従順な子供しか愛せないのって残念です。言葉に出さなくても子供は普段から敏感に空気を感じて、自分とお姉ちゃんに対する両親の態度や接し方の違いを見てると思いますよ、など高田さんへの否定的な声が多く聞かれました。そんな高田さんは現在10年以上ロンドンで生活しており、日本には仕事関連で来日しているようです。また長男の万太郎くんが日本の学校にも通ってみたいといったことから都内の小学校に編入したそうです。その関係からか、
一時はテレビのクイズ番組で高田さんを見かけることが多くありましたよね。娘さんの方はというと、現在ではイギリスの大学で脳科学と薬学を勉強しているそうです。ですが、どこの大学に通われているかは公式的に発表されていないので、そこは娘さんのプライベートを守るためではないでしょうか。お母さん譲りで勉学ができることが目に見えてわかりますよね。ロンドンに住んでいるということもあって、なかなか芸能活動ができていませんが、いつか昔みたいに日本で元気な姿を見せてほしいです。今後も高田さんやお子さんのご活躍には注目です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。